This is CNN Breaking News.捜査関係者によりますと、ファッションモデルの道端ジェシカ・セレステ容疑者と交際相手の外国人の男は、今月18日の夜、港区六本木のホテルで、海外から届いた荷物を合成麻薬 MDMA として受け取った疑いが持たれています。人気ファッションモデルの道端ジェシカ容疑者が、合成麻薬の MDMA を所持したとして逮捕された事件で、MDMA は粉末状で15錠のカプセルに入っていて、アメリカから届いていたことが分かりました。海外から成田空港に届いた荷物の中に、MDMA が隠されているのを税関の職員が見つけ、その後、荷物がホテルの部屋に届いた際に、警視庁の捜査員が入り、2人を現行犯逮捕したということです。道端ジェシカ容疑者は今月18日、東京・六本木のホテルで、交際中の外国人の男と共に、合成麻薬の MDMA を所持したとして現行犯逮捕されました。荷物は道端容疑者の交際相手の男に宛てたものだったということです。その後の捜査関係者への取材で、MDMA は粉末状で15錠のカプセルに入っていたことが新たに分かりました。調べに対し道端容疑者は、知らないなどと容疑を否認しているということで、警視庁は詳しい経緯を調べています。また MDMA は男宛ての荷物に他のものと一緒に入っていて、荷物はアメリカから届いていたことも分かり、警視庁は個人で使用する目的だったとみて慎重に捜査しています。道端容疑者は荷物について知らないと否認しています。Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby. And I'm not afraid to die.
make a better